はい、ここでお伝えしていく再生エネルギーは風力発電ですで風力発電もこう最近すごく増えてきましたが風の力で、ね、風車を回すんですね。これの利点はあの太陽光発電ですととにかく晴れてないとダメなんですよ。夜発電できないじゃないですか。ただこの風力発電は風がなければだめですけど風さえあれば昼でも夜でも発電できるわけなんですね。 まあどちらかというと、この海の近く山の上というところに、この風車をよく見るんじゃないかなと思います。で、この風力発電ってあの大規模に開発をしていくと、あの結構あの水力発電とか他の発電並みにこう。発電のこのコストは抑えれたりします。だから一見ね。この1個一個立ててってすごい。お金かかるんじゃないか？っていう風に思うんですが、まあ、大規模に開発していくと。 ほ他の発電方法、まあ、水力発電のような感じであのその予算あの値段は抑えられたりするというものですいろいろねこの発電方法もデメリットデメリットがありますので、まあ、風がねあるこう海沿いとかなんかはまあ本当にこの発電方法が非常に理にかなっているのかなというところですねただまあ個人でねやるっていうのはこのお金ができませんので、まあ、きちっとした こういうい大規模な設備として開発していくしかまあないんですけどもね。